APG3 ヤシは、単子用植物ヤシモクヤシ科に属する植物の総称である。熱帯地方を中心に亜熱帯から温帯にかけて広く分布する植物で、独特の樹形で知られている。実用価値の高いものが多い。ヤシ科は、英語でパルマイと言い,い、ラテン語のパルマの複数型に由来する。基準属アレカに基づくアリカキイも、仮名として用いられる。ヤシは、 単子用植物や鹿に属する植物を広く刺して言う、故障である。単子用植物としては珍しく木本であり、多くは幹は木質化して、太くなるか、鶴状となり、一部の種では小型で、草質の茎を持つものもある。高木で大きいものでは30メートルになるが、低木のものや茎が立ち上がらないもの、双本並みの大きさのものもある。 葉は普通重力で個性子を大型のものが多く、右上複葉か、手のひら状、あるいは線状に裂けており、小葉はしばしば山形あるいは谷形に折りたたまれている。木部は茎を抱き、鞘が茎を包んだり、繊維を茎にまといつかせる。茎に沿って多数の葉を並べるものもあるが、茎の頂部に隣生状に葉が集まるものが多く、ソテズ類に似た独特の樹形を見せる。両 または、単性で、私有異種。花は、普通小型で、ほになって生じる。花序の基部には、大型の鞘状の双方があり、多くは、円錐状である。花びらは6個あり、小さく目立たず、おしべが6個ある。脂肪は上位につく。果実は液化、または、角化で、大型になるものがある。中でも、種子の重さが25、3 0ラムにもなる。大宮氏は、 植物開催代のものとして知られており、成熟するまでに80年かかる。熱帯地方を中心に253属、約333 33種がある。日本にも、シュロなど6属6種が自生する。観葉植物としての栽培が多く、見かける種数は多い。生育環境は日陰にも耐えるが、日当たりの良いところを好み、単管性の種類は、 日光が当たる方向へと成長していく。多くの種は約20摂氏25度前後の環境下で生育するが、体幹性は種類によってかなり差があり、観音畜属などの一部の種は摂氏0度以上で越冬できる。栽培されている野シは美観を保つため、株から葉が枯れてきたものは傭兵の規模から切り取られて入れされる。熱帯地域では資源植物として重要であり、 古来より多くの種が様々な方法で利用されている。最も有名なのは、ここヤシでヤシ油を取って、食用や石鹸に利用したり、果実の中心にある透明な液を飲料としたりする。また、油ヤシの実からは、パーム油を採取したり、その他の種でも、食用、デンや、砂糖の採取、タバコ代わりの嗜好品、常駐駆除薬、繊維利用、屋根吹きの材料など、 利用法は多岐にわたる。また、ヤシカ植物は観賞用の植物としてなくてはならないものとなっていて、庭園樹や室内観葉植物として利用されているものもたくさんある。多くの種の果実が食されている。また、油や種属等の果実からは、食用油、工業油も取れる。ココヤシやアサイなどの新芽は、ハートオブパームと呼ばれ、野菜として、サラダなどに利用される。 夏目ヤシ、ココヤシ、サゴヤシなどの樹液を煮詰めると、パームシュガーができる。また、樹液を発酵させて酒を作ることもできる。ヤシカは、ほとんどの分類体系で、単独でヤシメを構成する。分類の難しいトガで、研究者により主野族の捉え方に差があり、150族1500種から236族3400種と幅がある。新エングラー体系は、 ヤシカが単子葉植物の中で最初に分岐したという説からヤシカが属する芽をプリンシーペスと名付けた。しかし APG ではヤシメより先に勝負芽、おもだか芽、生地隠し芽、山の芋芽、ユリ芽、タコの木メが分岐しておりヤシメは進化した単子葉類であるユク草類に含まれる。また2016年に公表された a p g 法ではそれまで 所属目が設定されていなかった、ダシポゴンカが、ヤシカの姉妹軍として、ヤシメに置かれた。ヤシカは5赤に分かれ、それぞれがいくつかのレンに分かれる。レンによっては数十の属が属する。日本産日本国内には、以下のような種を産する。外国産他にも、有名なものが多々ある。ありがとうございます。